ということで、ですね、まあ、貢献会は今まで皆さんをいろいろ世界の反映するところにお連れしてるんですけども、えー、パターンがあります、このパターンはオリンピックでもなければ、万博でもなければ、ね、そういうものではない,ないと、こういうことです、シリコンバレー型、これはですね世界中から人を集める、えー、あるいはその国全体からここに集めてくるという、こういうやつですね。 でシリコンバレーは、えー、サンフランシスコ・ベインに沿って、まあ、サンノゼからサンフランまで、えー、ということで世界中から人が集まってきてると、えーまあ、私もあそこであの大学の教授を、えー、一つはスタンフォードであとはあの UCLA で,です、ね、やってましたけども、えー、ほとんどアメリカ人以外の人たちが起業するのが多いんですねハリウッドこれはあのロサンゼルスの一角で え割に狭いところですけども、世界中から監督とかえ俳優さんが来ます、アメリカの場所でもって、世界中から名を上げたい人が来ると、こういうことでね、ラッセル・クローとか、ニコール・キッドマンとか、アメリカ人じゃない人が大活躍と、こういう場所です、それからまあ日本で言えばパックンみたいな人がね、何万人も来るっていう、こんな感じなんでしょうね、ちょっとこうね、うーんって感じしますけど。 それから中国の場合には、ですね大学が一生懸命集まりまして、清華大学と北京大学なんかを、北京の郊外の中間村に、神弁企業、学校がスタートする、資本家と手を組むとか、そういうのが250社ぐらいできまして、授業料を高くしないために、国が3分の1、授業料3分の1、 公弁企業からの配当が3分の1と、こういうふうなことでもってやってます、それから離島さんの時にですね半導体産業に集中しようということで、えー、テキサス・インストルメンツの製造部長をやってたモーリス・チャンを呼んできまして、この新築の設計をしてもらって、まあ、TSMC 自身もそこに立地して、で向かいがですね、UMC というところですね、これが世界的に半導体の中心地になってます。 まあ離島県のヒット作の一つですねこういうとこです、えー、いろんな人が集まってくるそれから一人の起業家方っていうのは、えー、シアトルのマイクロソフトビルゲイツなんかがここスタートしましたねそれからもう一つはアマゾンジェフ・ベゾスです彼はニューヨークでファイナンシャルのことをやってて、えー、それを辞めて、えー、まあ若い青年として、えー、西海岸に帰ってきたんですけど故郷はですねニューメキシコなんです であの彼が書いたあの、こういうポンチ絵があるんですけど、私は本屋になるんではないと、私はいずれ世界一のリテイラー、小売業になるんだと、こういうことを言って起業しました、まあ、エンジニアが多かったシアトルで、えー、そしてです、ね、実際に今では、世界一の小売業であるウォルマートと、ボリュームでも競うぐらいの、そういう会社を作りましたね、えー、これ、一人の人間です。 えー、オースシン、これ、マイケル・デル、えー、テキサス大学オースシン校の学生のときに、IBM 高すぎるということで、自分でもって作ったコンピューターを売ると、でこれ大成功しまして、えー、世界中からですねああいう系統のところがこのオースシンに集まってきたと、これ一人です、柳井さん、ここにはおられないんですけど、宇部にいてくれたらよかったんですね、日本の場合にはですね、いずれ東に行って、来ちゃうんですよ。 旭化成の人、延岡にいたらいいんですよ、ね。で、柳井さんの競争相手っていうのは、ザラですね、インディテクスト、あれはアクコローニアっていうところにいます。で、アマンシオ・オルテガっていう人はですね、柳井さんみたいな人です。柳井さん、日本一の金持ち、アマンシオ・オルテガ、スペイン一の金持ち、そのまんまアクコローニアに住んでます。ですから、地方が栄えるんです。 ね、それでうべ今言ってくれたらですね元柳井さんのいた町として紹介されますけどももう今はですね昔のまんまセメントの町とこうなるわけですよね、えー、まあ私に言わせるとですね日本の場合にはそういうふうにして地方で成功した人がこっち出てきちゃうかくい私も買って日立にいたんですがね常磐と書いて日立と読ませるなぜだって言ったらですね小平奈美平さん日本の技術で立つ 日立えーね、土地の名前というか漢字のスペルまで変えちゃって、えー、常磐線も日立で止まりますけどもね常磐って書いてないですね、えー、そういうふうにしてみんな日立も東京に出てきちゃったとこういうことですね、えー、ですから地方というのは起業家が作ったっていうところは結構あるんです世界的には世界柳井さんの競争相手のヘネセンドモーリッツスウェーデンそのまんまど田舎でやってます えー、そういうことですね。